陝西省は21日から22日にかけて、豪雨に見舞われ、各地で山津波や、都市部の浸水や、道路の崩壊などが発生しました。23日、陝西省安康市、積泉県のある商人は、21日に雨がずっと降っていて、川の水位が急増した後、さらに豪雨が降り、10分も経たないうちに、道路が冠水したと明かしました。洪水の来るスピードが速かったため、商人は貨物を移転するのに間に合わなく、大きな損失を被りました。同商人によると、現在は水が引いたものの、しばらくは生活が元に戻らないとのことです。道路は泥だらけで、大きな折れた木がたくさんあり、交通はしばらく麻痺するだろう。ここでは停電、断水している。非常に深刻な状況である。今は家の中の泥を清掃していると述べました。積泉県のある住民は、県では死傷者は出ていないようだが、豪鎮では家屋が倒壊するなど、大きな被害を受けたと明かしました。ネット上で出回っている動画では、積泉県新宿半団地の隣にある路盤が、崩壊している様子が映っています。同団地の住民はメディアに対し、家のすぐ隣にある道路が、崩れ続けているのを見て、家の中でじっとしていられない。公式データによると、陝西省の今回の大雨が、甘中市弁県に最も集中しており、最大降雨量は 237.7 ミリで、同県のこれまでの気象観測データの最高値を記録しました。弁県の都市部や、複数の豪鎮では、深刻な水害に見舞われました。公式発表によると、22日16時の時点で、弁県の全県では、11,639 人が被災し、6万人が水や電気の供給に支障をきたしています。